うっす。俺ってば、鶏になっちまったらしいぜ。なんか、周りゾンビだらけやし。どないして生きていったらいいんやろな。いきなり鶏からなんやな。ひよこじゃないのは前世で徳を積んだからだろうか。俺が鶏になって。なんだこの画面は。いきなり目の前に。なるほど。どうやら4日以内に我が息子たちを助けなければならないらしい。なぜだか爆弾卵を作れたり、息子たちが透けて見えるようだが、まあ気にしないでおこう。やば。視点移動があまりにも早すぎるため瞑想状態に入り、落ち着きを取り戻しました。おい、めちゃくちゃおるやないか。俺の息子たちよ。そもそもなぜこんなにこの家に。おや、おお、おらおらやんのかこれ。息子を返せ。爆弾ないやん。え、どうしたらいいの。わしの卵はどこに。自分で生み出せへんのか。卵をどうにかして集めなあかんのか。おいおい。卵、ワイの卵、ああ、あるやん。少な。お、でもヒナが。息子よ、今助けてやるからな。ずっと追ってくるとかそんなわけではないのか。あの人間によく似た生き物たちはここに誘導してやればいいんやんな。おお、なんかいる。はあ、なんか能力発動してる。おい、これでいいんか。よし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 。ボケが、俺に逆らうなよ。まあ、海外では普通なのかもしれんけど、結構いい家住んでるな、この人間。はっはい。はい。ジャンプ力が、全然ないな。やばい、時間ないやん、全然。っていうか、何の時間やねん、これ。全員助けたらええやんけ。あ、やばい。ジャンプ力ないけど、フィジカルモンスターすぎる。我ながら。物理を無視して吹き飛ばしてしまう。俺にかかればブラウン管テレビもこの通りよ。でもあれやな、なんかめちゃくちゃおるな、息子たち。こんなおる。ほい。っていうか、こんなことせんでもこう、泣いたら来てくれるんちゃうんか。パパだよ、言うて。来へんのかな。うわー。卵。よし、ちょっともう帰るか。時間ない、時間ない。やばい、息子たちよ。なんか来た！どこにおったか全然わかってないけど。来て来て。来て来て来て。はいはいはい。よし、よしよし、いい子だ。いい子たちだ。よし、これで終わりか。だいぶ、だいぶ助けたぞ。息子たちよ。元気で。でも、どこに連れて行かれるんやろ。